メジャーリーグ通信。メジャーリーグは監督の年俸が安い。今季の平均年俸は250万ドル、約3.8億円。で選手の平均年俸498万ドル、約7.5億円の半分程度だ。監督の年俸の最高額はカブスのカウンセル監督、54の800万ドル、約12.2億円。だが、これは家軍がライバル球団。 ブルワーズの上昇監督を金で引き抜いたため高額になった特殊なケースだ。それ以外は500万ドル、約7.6億円以下だ。現在ワールドシリーズで金満球団のドジャースとヤンキースが戦っているが、この2球団も監督の年俸だけは格安である。ドジャースのロバーツ監督、52は2016年に監督に就任後、 毎年チームをポストシーズンに導いている有能な指揮官なのに年俸は325万ドル、約4.9億円、で控え選手と同レベルだ。同様にヤンキースのブーン監督、51、57年間で6回ポストシーズン進出を果たしているのに年俸は330万ドル、約5億円、で、金満球団の監督らしからぬ額だ。 監督の中で最も人数が多いのは年俸が80万から120万ドル、約12億から1.8億円しかないグループで12人もいる。これはルーキーの年俸、74万ドルイコール約1.1億円、より多少高い程度だ。USA Today によると、米国では大学野球の監督の年俸が上昇し、120万ドル以上の監督が10人もいる。メジャーには、 こうしたアマチュア野球の監督より年俸が安いプロの監督が12人もいるのだ。メジャーの監督の年俸は、なぜ、ここまで低下したのだろうか。理由は2つある。監督という仕事は、一昔前は大きな存在でチームの顔だったが、現在は GM に権限が集中するようになったため、監督は GM の使用人という位置づけになった。 そのため GM の多くは高年報で扱いにくい大物より、自分のイエスマンになってくれる上、低年報で雇える若い人を選ぶ傾向が強くなり、8級の監督が増加する結果になった。もう一つは、年報より年金のことを考えて、監督になる者が多くなっていることだ。メジャーでは現在、スター選手が引退後、監督になるケースは稀で、 現在勤めている半分以上はメジャー経験なしか、カップ・オブ・コーヒー、メジャーに短期間在籍しただけで瞬く間にマイナーに逆戻りする選手、グミだ。彼らがどんなに低い年俸でも監督になりたがるのは、3、4年やると62歳から死ぬまで毎年高額な年金を支給されるようになるからだ。3年で毎年8万2500ドル、約1250万円。 4年で11万ドル、約1670万円、支給されるため、老後の心配がなくなる。表には出ないが、こうした年金目当てで監督になる人が増えていることも、年俸低下に拍車をかけているのだ。